はい、皆さんこんにちは、レクセン2講師の森山です。今回は令和4年度の本試験で私のクラスで1回で合格した合格者の方が来てくれましたので、いろいろですね、勉強のコツなどを聞いていきたいというふうに思います。お願いします。はい、お願いします。A さんですね。はい、はい、A と申します。よろしくお願いします。はい、で A さんの方がですね、実はこちら見ていただくと分かりますが、成績が結構良くて1回で受かっただけではなくて11位ですね、総合11位で合格しております。ですからこの超上位合格といった形で合格しておりますので、そのコツなんかも聞いていければというふうに思います。まず A さん、司法書士を目指した理由って何ですか？はい、一番のきっかけは、前に勤めていた会社が破産してしまった破産ところですね。はい、もともと接客販売の仕事をしていて、ちょっとこう妊娠出産明けにこうやむを得ず退職してしまって、すごく好きな職場だったんですけれども、はいはい、それがこうコロナの始まった時期くらいに、亡くなってしまったというニュースを聞いて、すごくショックを受けて、はい、自分で何が起こってるんだろうっていうのを情報を収集したんですけれども、その当時の私ではこう寝て当権者とか、再検査集会とか、そういった法律用語に全くついていけなくて理解できなくて、その時に法律勉強したいなっていうふうに思ったのがまずきっかけ。なるほど。破産して仕事がなくなったとかいうだけじゃなくて、じゃあそれを調べてみたらいろんな法律用が出てきたってことですね。もともとその前に退職しちゃってたので、そうですね、だったんですけれども、そうすごくこうショックが大きかったので、上司もいつでも戻ってきていいよっていうふうに温かい言葉をかけてくださってたので、私もちょっとその気があったので、なくなっちゃったっていうのがすごく、大きかったです。で法律にこう興味を持った感じですね。はい、はい、その時ちょうど出産して息子を出産したんですけれども、で就職活動を始めようと思った時に、何もやっぱり強みがないなと思ったので、ハローワークで相談しに行ったら、国家資格はすごく強いですよっていうふうにアドバイスをいただいたので、はい、一通りいろいろ資格を調べて、でこのご時世なので、でまた次就職できたとしてもその後もどうなるかわからないと思ったので、いずれこう開業できるような国家資格ないかなと思って探した時に司法書士にたどり着きました。あ、じゃあお子さんを育てながらの勉強だったんですね。はい、そうですね。じゃあそのあたりの話も、ね、聞いていきたいと思います。はい、はい、両立をしたってことですね。なんとか。はい、でそれでじゃあ司法書士ってもう決まりました？すぐ、いろいろそうですね、司法書士の他にも、他の資格も調べたんですけれども、私結構弁護士とか、はいはい、裁判のドラマも結構好きな番組があって。あ、そうなんですね。で、でも弁護士はちょっと難易度もすごかったですし、その後の司法修習とかもちょっと子育てしながら厳しいかなと思ったところに、司法修習は家庭裁判所の家裁代理訴訟代理権を、もらうことができるっていう、認定司法修習とかっていうのを知ったので、はいはい、あ、そこでその司法書士になったらそういった仕事もできるかもしれないっていうふうな期待があって、これを目指そうっていうふうに決まりましたね。なるほど。じゃあ意外と裁判の方にも興味があるんですね。あ、そうですね。珍しいですね。なんかね、登記のこととかやりたいって方とか、成年後見の仕事がやりたいって方多いんですけどね。じゃあしっかりね、裁判もこれから ね特別研修も受けて頑張ってもらえればと思いますね。はいはい、でそれでレックの方を選んだ感じですか？はい、はい、まずそのやっぱり家族に負担をかけたくなかったし、こうやっぱり遊ぶ時間とかこう大事にしたかったので、はいはい、絶対1回で合格するぞ、短期間で合格するぞっていう気持ちが強かったので、独学じゃ多分私は無理だろうなと思ったので、予備校の資料を一通り集めたり、はい、あと先生のお試し講座を何人か見させていただいたんですけど、その間ずっと夜間授乳で日々寝不足状態だったところで、はい、先生の講座はすごく面白くて、最後まで寝ずに聞き終わらせることができて良かったですで大きい声出したりするのもね、良かったですね。はい、すごい楽しかったので、先生に教わりたいなっていうふうに思いましたし、はい、やっぱり合格者の実績もすごく、多かったですし、いろいろなこうフォローの制度がついてたっていうところが、はい、やっぱりレックにしようと思った理由ですね。わかりました。で、はい、実際に講義を始めてみてどうでした？講義順調に
受講できました？そうですね、やっぱり思うようにはいかないときはありましたね。はい、はい、で講義の聞いてるところをちょっと教えてほしいんですけども、まず講義の方をまず聞いた感じですよね。お子さんがいないときとかに聞くわけですか？はい、子供がまだ6ヶ月ぐらいの時に始めたので、うん、全然ちょっと家にいてこう育児ばかりしたんですけれども、うん、なので子供が寝てから、うん、最初の頃は、うん、なんか洗面台 の、うん、こう脱衣所のところに机とテーブルを持ち運んで、光が漏れないようにして、こうスマホで先生の講座を聞いてっていうのをやったり、はいはいはい、あとは寝かしつけ終わったら旦那にお願いして、うん、ファミレスに行かせてもらって、そこで集中して講義を聞いたりっていう、うん、なるほど。で、はい、消化していきます。そうですね、講義聞くのはどうしても時間かかりますから、家に行ってね、お子さんが泣き出したりするとやっぱり中断とかしますからね。うん、そのファミレスに行ってちょっと間見てもらうっていいですね。はい、で講義を聞いて、でその講義の復習なんかはこのテキストとかでやった感じですよね。はい、もうほとんど携帯司法書士の復習がメインでしたね、はいはい、私の勉強法。あ、分かりました。はい、でまずこちらがテキストですけども、講義の間にこうやっていろいろ、あ、本当の意地悪とか書いてありますけどなんかこういろんな講義の話だとかも書き込んでくれて、はい、でチェックするところをチェックして、こうやって講義を聞いたってことですね。はい、はい、でその後に携帯司法書士の方に移動して、でそちらで復習した感じですか？はいはい、で携帯司法書士はどういうふうに利用してくれましたか？そうですね、もう何度も何度も繰り返して、基礎知識をこう絶対なんて言うんでしょう、試験の時にパッとこう思い出せるようにできるように、すごくこう繰り返しましたね。で実はええ、あまりこう過去のインタビューが、はいはいはい、インタビューされてた合格者の方よりだいぶ綺麗で、ちょっと恥ずかしいんですけれども。いや、よく使ってありますよ。うん、私は電子書籍も買わせていただいて。あ、そうなんですね。はい、スマホの方で使っていた、はい。それはやっぱり育児との工夫もありますか？はい、うん、夜中いつも寝かしつけで、うん、息子の隣で寝かしつけをして、はい、あ、寝たなって思ったらすぐベッドの上で電子書籍をこう確認できるように。うん、したり、あととにかく隙間時間何か空いたら、うん、スマホはいつも持ってたので、ええ、それでチェックしたりっていう。なるほど。携帯司法書士を使ってました。あ、じゃあ結構その電子書籍も役立つんですね。大変役に立ちました、私は。はい、その隙間時間にちょうどいいですよね。はい、はい、ありがとうございます。合計で何回ぐらいこれやりました？もうずっとやってた感じですか？もうずっとです、本当に最初からもう試験の当日まで、はい、うん、ずっとやれる限り回していった感じ。なるほど。じゃあ本当に携帯司法書士を集中した1年って感じですね。そうですね、はい、ありがとうございます。で使い方とすれば、この携帯司法書士は左側にまとめのページがあって、右に問題がありますけども、はい、これどの順番でやるとか決めてました？そうですね、最初の頃は、うん、左を見て、うん、でそして右ページで過去問だったり先生の予想の問題を解いていくっていうふうに解いてたんですけれども、うん、結構もう直前期になったら右ページの答えを覚えちゃっていたので、直前期は左のページだけやって、で年度別の過去問をするとか、はいはい、そういった使い方をしたりとか。なるほど。もういろんな工夫がありますもんね。はい、左のページでまとめて右見たり、はい、で右で過去問みたいにも過去問集みたいにやって、はい、左で解説見るとかもありますもんね。はい、右だけで見るっていうこともありましたね。ありました。はい、はい、なんかこの上に語呂みたいなの書いてありますけど自分で語呂合わせも作ったりしたんですね。そうですね、先生 の、暗記の力技という本を、すごく読んで、先生の語呂合わせだったり替え歌を、繰り返し口ずさんでると、あ、全然時間経っても忘れないっていうのに気づいたので。あ、歌の力ですね。はい、もうどうしても覚えられないものは、うん、私も替え歌を作って、うん、なるほど、はい、子供への送り迎えの時に一人で歌いながら、なるほど、歌いながら。じゃあお子さんもそれ聞いたんですか？はい、子供を下ろして帰る時、うん、帰る時に、はい、迎えに行く時とか、はい、行く時でした。何曲ぐらい作りました？多分30曲ぐらいは作ったか。あ、すごいですね。なんかほとんど会社法が多く、あ、会社法のこう列挙しなければいけないようなところを語呂でまとめたりとかですね。はい、似てる要件のところとか、うん、はい、要件が何個もある、その要件5個言えるかなとか。なるほど、
あ、それはいいですね。やっぱりその語句を全部思い出さなければいけないので、それ語呂で覚えるとか歌で覚えると本当に強力ですよね。はい、はい、ぜひ皆さんも取り入れていただければと思います。で、今暗記の力技って本の話が出ましたけれども、私の語呂合わせも使っていただいてますか、はい、その歌とかも、はい、先生のあのなんだっけな、社外取締役の、あ、社外取締役の踊るポンポコリン、はい、で合わせて社外取締役をあの覚えるっていうのをまず替え歌作る前にやったんですけど、もう本当になんかずっと歌ってると忘れないというか、踊るポンポコリンの歌詞の方が逆に出なくなってしまった。あ、そうですね、でテキストで全然あの社外取締役、監査役の要件をちゃんと読んでなかったんですけど、それでもあの模試とか、でちょっと出てきた時は、あ、歌の知識でなんとかいけるぞっていうのに聞いて、はい、ありがとうございます。すごいなと、はい、思いました。で、私の本もみんな使ってくれたんですね。はい、でこの辺りの本も読んでくれたということで、はい、この小野さんと書いたメソッドについては見た感じですか。はい、はい、もうあの勉強始めた頃から、購入させていただいて、で、ああこういう勉強されたんだなっていう、すごく参考になりましたし、こう自分がこうモチベーション下がった時に、読み返すとすごくやる気が湧いてきたので、はい、あの定期的にこう小野さんどうされてたっけとか、はいはい、先生はどういうアドバイスしてたっけっていうのをこう読み返したりしていましたね。そうですね、実際にこのクラスで勉強した先輩ですから役立ちますよね。はい、あのイメージもできますしね。はい、で今回動画見てくれてる方もそういうふうに思ってこう見てくれてるんじゃないかなと思いますけどね。はい、ありがとうございます。でそんな感じで勉強を進めていって、で直前期になりましたけど、模試とか統連の成績ってうまい具合にいきました？いや、もう最初の頃は全然取れなくて、であの卓越で、あの午前の点数が、私は結構波がひどくって、1回目すごくいい点取れたのにこう2回目でガクッと下がったり、はい、あとはあの記述に至っては本当に模試の2回目ぐらいまで、まあ、あの1桁台の点数しか取れなかったりとかっていうことも多くてですね。はい、それって諦めたくなりませんでした？いや、まあそうですね、これはちょっと受からないかもしれないっていう、はい、ちょっとこう不安はありましたね。それでもどうにか乗り越えていった感じですか？はい、やっぱりあの、先生方が直前期にこう、いろんな動画で励ましてくださって、あの初学者は、試験当日まで伸びる、だからもしは気にするなっていうふうにおっしゃってたので、もうそれをとにかく信じて、はい、であのまだ間に合う、まだ間に合うと思って、何回も何かとにかくあの毎日勉強するっていう、サボらないっていうのだけこう忠実に、やっていきました。はい、で本番はどうでした？試験の本番は、あの緊張とかしました？もうすごく緊張したんですけれども、はい、あの私は お試し試験も、昨年受けていたので、まあ、あの会場の雰囲気とか、そういったのは、なんとなくあの分かっていたので、そこはちょっとこう緊張をほぐして、ほぐすことができたのかなっていうふうに思います、ね。はい、はい、で実際の本試験の問題持ってきてくれましたけれども、これ午後の部はあれですね、すべての選択肢を見たわけではなくて、軸足検討でやってる感じですか？はい、もうあの記述にとにかく時間を残したかったので、はい、あの前足はちょっと無理だろうなっていうのと、あとまあもともとそうですね、先生からいろいろ話聞いたり、テクニックの本を読んで、はいはい、あのとにかく確実に、あの分かる簡単な足で切るっていうことを、あの教わっていたので、それを実行していったらやっぱりすごくこうあの記述に時間が取れたので、あ、はい、この本のやり方ですね。あ、そうですね、はい、で記述にどれぐらい時間取れました？いや、実はあの本番は多分1時間10分ぐらい取れたと思います。ああ、そうなんですね。45分か50分くらいで卓越は終わって、はい、終わりましたね。でそこは順調だと思いましたね。そうですね、あ、まず終わったと、あの周りの人のペースと違うけど、でも自分はこのペースじゃないとダメだと思って、で記述を見てどうでした？不動産登記はまず順調に解けて、いや、それがあの、昨年実はあのお試し受験したんですけど、実はあのすぐ家に帰らなければいけなくなってしまって、午後だけあの受けなかったんですね。なのであの記述に入った途端ちょっと緊張して、あ、なるほど、
間違ってないかなっていうのをすごくこう見たりして、うん、やっぱり講義の途中でもお試し受験するってことは大事なんですね。そうですね、うん、やっぱりやっぱり前年もなんとか受ければよかったかもしれないと、うん、あ、なるほど、はい、全く分からなかったけど、あ、もう午前だけお試しして帰っちゃったんですね。はい、はい、で、なるほど。で、商業登記は合同会社とか初めてですよね。あ、はい、そうですね。どうにか食らいついた感じですか。そうですね、携帯司法書士で、うん、合同会社の択一の知識は、やっぱり勉強していたので、それでなんとか乗り切ろうと。あ、それ、そうですね。私も講義でよく言ってますけど、はい、やっぱり知らない記述は出るので、択一の知識を登記事項が何かとかからやっぱり推測してやれれば合格点は取れるっていうふうな話はしているんで、そんな感じですね。はい、はい、ありがとうございます。で、私のクラスでは、まあ、今年から大々的にホームルームを導入していつも参加してくれて、はい、いろいろね相談してくれて、はい。はい、してくれましたけども、その時からね、育児と両立して頑張ってますみたいな方が何人かいて、みんなでこう、うん、私もそうですよみたいな話をしてね、うん、やってましたけど、ホームルームなんかはどうでした？いや、すごい楽しかったですね。他の方 の、うん、勉強している状況が分かると、より自分にこうモチベーションにつながりましたし、うん、やっぱりこう遠方で、通信で聞いていたので、やっぱり不安に思うことが結構あったので、はい、うん、こうみんなで一気にいろいろこう先生に質問して、うん、他の方が聞いていた質問も私もそれ知りたかったっていうのがあったり、はい、そう、受講生同士のつながりもそういうのありますもんね、うん、はい、いろいろ情報交換できて、うん、すごく良かったです。はい、ありがとうございます。で、まあ、そんな形で合格まで乗り切ったわけですけれども、私も、まあ、今回すごいいい成績ですけれども、試験直後に電話もらって、はい、もう不安だって話でしたけども、絶対受かるよっていうふうにアドバイスしましたね。はい、うん、もう夏は安心して過ごしてくださいっていう話は、はい、本当に上出来な点数 で、はい、でそのような一発合格を決めた秘訣みたいなものがあればいくつか教えてほしいなと思うんですけども、はいはい、まあ、大きく分けて私は3つだったかなと思うんですけど、はい、うん、まず1つが、自分に合ったやっぱり勉強のスタイルをつけたことだと思います、うん、はい、やっぱりその育児でこう時間が取れない、うん、じゃあやっぱり私は隙間時間をとにかくフル活用するしかない、はい、うん、あとはだいたい家事にどれぐらい時間かかってるかとか、うん、テキスト読むのにどれぐらい時間かかるかとか、うん、そういったのを把握して、うん、じゃあこういう時はこういう勉強しようとか、うん、この時間食器洗ってる時はとにかく頭の中で勉強しようとか、うん、はい、そういったのを考えましたね、うん、まず一つ目は。なるほど、それはやっぱりじゃあ育児の中で隙間時間でどうにかしなきゃいけないって必要性からだんだんできてきたって感じですかね。そうですね、うん、トライアンドエラーを何回も何回もこう繰り返して、うん、はいはい、あ、このやり方がいいかもしれないっていうのを見つけられたことっていうのが、うん、なるほど。だ、携帯証書も電子書籍にしようとか、はい、うん、はい、そんな形ですよね、はい、で、あと2つって何ですか。次に、うん、とにかく何度も繰り返しましたね。はいはいはい、はい、うん、実は私高校受験の時にちょっと失敗しちゃったんですけれども、うん、やっぱり難しい問題解けないと合格できないと思って、うん、ちょっとこう基礎をおろそかになってしまって、こう発展系ばっかり勉強してしまったっていうか、あ、なるほど、うん、完成形だったかなと思うんですね、うん、でも先生は常々、ね、やっぱり基礎が大事っていうのと、うん、何回も何回も繰り返さないと覚えられないっていうふうにおっしゃっていたので、うん、はいはい、やっぱりそれが大事だっていうふうに思って繰り返しましたね、うん、あと私の息子がまだその6ヶ月から徐々にこう成長するときに、はいはい、もうとにかく子供って何回も何回も何回も挑戦するんだなっていうのをやっぱり間近で見てきたので、うん、あ、そうやってやっぱり覚えていくもんなんだなっていうのを実感することができたので。なるほど、お子さんも見本にしたってことですね。そうですね、まあ、うん、第二の先生だなと思いました、はいはい、第一の先生ですか、はい、そうです、第一の先生。はい、はい、ありがとうございます、はい、で、その覚えるときにはその思い出す練習も大事ですけど、そういうのもしました。はい、やっぱりその寝かしつけの時とか、うん、暗い部屋でただ何もじっとしてるしかできなかったので、うん、そういった時間を利用して頭の中で先生講義で、うん、今日なんて言ってたっけとか、うん、要件見つけるかなとか、うん、そういったのをとにかくその時間を利用して、はい、はい、はい、ありがとうございます。思い出す練習をしてました。はい、で、あと最後、うん、まずやっぱり今年で絶対合格するぞっていう決意は絶対必要だったかなと、うん、はい、はい、それが、はい、私の合格につながったのかなと思っています、はい、もう受かんなければ辞めるぐらいの。そうですね、うん、
どうしてもやっぱり家族に負担をかけてるなっていうふうに思っていたので、うん、もう絶対1回で合格して遊ぶぞっていう、うん、はい、気持ちは強かったですね。はい、それが行動にもつながったかなと、はいはい、思います。どれぐらいの時間って取れてました、勉強時間は。やっぱり最初の頃は、うん、そうですね、実は腰が痛くて1時間座ってるのもちょっと厳しかったんですけれども、あ、で私勉強時間を途中から、うん、アプリで記録してたんですね、うんうん、で結構負けず嫌いな性格で、他の人が自分より勉強してると、うん、来週は私の方が勝つぞと思いながら、あ、なるほど、比べることができますね、はい、で徐々に徐々に隙間時間とかをなんとか積み重ねて、でありがたいことに途中からこう自分の住んでいる町の制度も利用できたので、うん、息子を子ども園に預けたりして、はいはいはい、ちょっとずつ勉強時間を増やして、やっぱり直前期にはがっつり勉強したいと思ったので、うん、はい、家族にも手伝ってもらって、はい、時間を確保するように、はいはい、していきました。はい、よかったです。これから司法書士を目指す方へのメッセージがあればお願いします。はい、私は本来はなんて言うでしょう、さっきも言いましたが高校受験にも失敗していますし、うん、全く法律についてほとんど知らない素人でしたし、うん、勉強していてもすぐこう気が散る方だったんですね、うん、でその座ってもらえなかったし、はいはいはい、でもそうですね、やっぱりその毎日勉強するようになってから、うん、あとレクで森山先生に会ってから、最終的にはもう直前期にはもう10時間勉強が当たり前のような、はい、環境になっていくことができました、うん、はい、眠くなかったですか。あ、そうですね、もう直前期は全然、うん、はい、もう眠気も不安で不安で、あ、もういや寝る時間ももったいないぐらい、はい、もうやらざるを得なかったって感じですかね。はい、やっぱり継続は力なりとか、うん、努力は報われるっていう言葉を、はい、それまで結構信じることがあまりできなかったんですけれども、うん、こう自分で今合格することができて、やっとその言葉は本当なんだなっていうのが実感できたので、うん、ぜひこれから試験を受けようと思っている人たちにもその感動を味わってもらいたいなと思うので、はい、ぜひ頑張ってください、はい、この試験は特にこの暗記することが多いですから、しっかり覚えて思い出す作業ってすれば本当にやってやれない資格ではないですからね、はい、ぜひ頑張ってもらいたいと思います、はい、A さんの方はこれからなんか事務所を作りたいとか開業したいとかあります？そうですね、いずれは開業して、うん、はい、自分で働きたいなと、はい、はい、思っています。まあ、いつ登録してもいいですもんね。そうですね、やっぱり子育てとこう相談しながら、うん、そうですね、はい、お子さんのこともありますからね、はい、はい、ということで今日はですね、子育てと両立をして見事上位で一発合格された A さんの方にお越しいただきました。ぜひ皆様後に続いて頑張ってほしいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。